はいどうも皆さんこんにちは、野中井です。今回もドライバーサンフランシスコストーリーミッションの方をやっていきたいと思います。あ、おしっこしたい今回はもう突っ込むのめんどくさくなっちゃったんだけど、いいか、もう突っ込まなくて、まあ、いや、とりあえず形だけ作りましょう。ワーゲン、はい、というわけでいきましょうWhat's going on, Jones? But we just... You weren't here when we got the call? The cell phone signal that triggered the car bomb was traced within a mile of here. We got a lead, Tanner. Oh, come on. A guy like Jericho? He doesn't need to push the button himself. You know Jericho likes to get his hands dirty. He killed Krug himself. And he'll show. ストーリー、コラテラルダメージ。ゲリコを見つけて逮捕しろ。ただこれで逮捕できるかっつったらそうでもない気がするんだよな。ここで逮捕しちゃったら終わっちゃうもんね。まだそんなにシャープ出てないと思うよ。ということで行きましょう。 That's him. You were right. Well, あ、いたんだもん。ゲリコを倒せ。 Don't ask me how, but I know it. Now we take him down. じゃあもう対向車使う？すげえ飛んだな今なんだよこれめっちゃ飛んでるやん。あ、いや、こっち違う、タナーの方だった。タナー潰しちゃったな今。まあいいや、行こう。おいタナー潰しちゃったよ、間違えたよ。そんな進んでないよ。くしゃ。赤い字幕。I can see the headlines now. John Tanner gets his man. City praises hero detective. Hey Tanner, man, I said ease up. You know, I wish you'd pull a gun on me. The reason to shoot you would make my day. Tanner, what the hell's gotten into you? You just don't get it, do you? Come on, just shoot me. Whoa, Tanner! Tanner! See you around, Tanner. Pull around! Damn, man, what'd I do this time? John. Hey, John. Hey, you, get the hell out of here. Mm-hmm.Oh no, this is bad in many, many ways. What? One, that driver wants us dead. Two, that driver's Jericho. What? I don't know what to say, Jones. Jericho can do it too. I don't know who he's going to control or where he really is. Then get us the hell out of here. 安全な場所へ行け。重いんだよこの車。Where you're driving, pal? Not him. You. Okay, okay, okay. 3000メーター。Then watch out.前のあの稲妻がビッて落ちた車がこう赤くなって暴走し始めるんですよ。でその車っていうのがこっちに向かってくると。でしかもやたらと硬いと重いとでもって速いっていうね、チートですよ。もう要はね、で思ったんだけどさ、これってさ、この車、このラリった車っていうのはここに乗ってたらかわせんじゃねえかって思ったのでちょっと検証止まっちゃったよ車車止まっちゃっちゃうね。えでね、これやるとねダメージがねなくなるんですよこれでぶつかると、うん、こっちあんましダメージ受けないんだよね、こうやってぶつかるとっていう裏技もあります。コンってやるとこっちダメージねほとんど受けないからね普通に避けりゃいい話だね、こうやってめんどくせえから。ぴょーん、いてやばい、でけえの来たぴょーん、よいしょI don't want to be your mom, but
はい、ですね、今ちょうどそのなんつうんでしょうね、マイクの音源がなんかね、切れてたっちゅうわけで、そう、そのなんでしょうね、まああれですわ切れてただから今からちょっと後付けなんですけど、音声入れていきたいと思います。でそうだな、喋ることねえよな、で、どこまで説明したんだっけか、そう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 、あれだ、あのパワーを貯めて突っ込むと、そんなにダメージ食らわないよみたいなことを言いながら瀕死なんですよね、これ右下のメーター見るとなんかピコンピコン言ってるのがわかると思うんですけど瀕死ですもうどうだろうね、多分この時焦ってたと思いますよ。で、歩道に乗り上げるとあんまし当たらないなってことに気づいたんでしょうね、これずっと歩道走ってますよね。うん、もう敵も襲ってきてないからね、今。で、何しようとしてるの？あ、通り過ぎちゃったんだね、これ通り過ぎちゃってるね、あの曲がるべき場所を。で、ここでフルボッコにされてるのか。そっか、そういうことか。で、路地って路地リゴ、絶対これ道迷ってるでしょ、こいつで、死んだっていう終わりだっていう死んじゃったっていうね。で、ここからかよって言ったんだよ、確かもうそうですね。でも、こっからはもうずっと歩道で行く作戦です。歩道で行く作戦、歩道だとね、ギリギリかわせますから言ってたと思います。でも、関係ない車に当たってるね関係ない車に当たっちゃダメでしょだな、話すことねえからな。もうすぐクリスマスなんですよね。ほんと嬉しいね、クリスマス関係ねえ、ほんとに。さて、街を練り歩く恋人どもね、ほんとがつくねこういう時男子校だとちょっと悲しいよねっていう。イベントないもん男子校イベントないんですよ、本当に。もう野郎しかいないっていう。いやー、ぶつかった。下手だねこれ、見てると本当旗から見てて下手ですよね。今ね、見てるプレビューしてる画面がやたら小さいんですよ、これ。縦がね、5センチぐらいしかないね。いてなんだろうね、これ。ほんと当たりすぎじゃないの、これ。下手じゃね、マジでなんだろう、こんな下手だったか。そっか、もう情けないね、自分でも。そこ曲がるべきじゃない、そこ曲がるべきじゃないの、これ。そう、曲がるべきだね。うん曲がらせてくれねえのか。で、あ、待って、あ、ちっなんか後付けってすごい難しいね。うん、なんか見てるだけだもん。ただこれで、あ、もう見えてきたね、ゴールが。あのミニマップに映っ、そっか、下の道なのか、ゴールてか、やばくないこれまた死ぬんじゃねえのっていう。ないじゃん、ライフがもうあとほんと1ピクセルぐらいしかないですよ、私の見てる画面では。っていうところで、こうタイミングよくこれがある回復ですよ。せこいよね、回復とか。こそくなことしますよね。でも今死んでたからね、これ回復しなかったら。これしょうがない。で、また通り過ぎてんだよまた通り過ぎちゃった。はい、到着しました。急に画面が明るくなったよね、これ。
なんか色がね。Damn, man. If Jericho can do your thing too, where does that leave us? It means we've lost an edge. That's all. Our goal hasn't changed. All we have to do is find the real Jericho. クリア。ジェリコの攻撃から逃げ切ったというわけで、はい。そうですね。でここから確かね、なんか始まったと思います。デンデコデンデンが入ったのかな。I gotta use Ordell to get to Jericho before Jericho uses someone to get to me。まあ票はクリュッグが死んだ以外変わってません。テロかなっていう。でジェリコがなんか力持ってんだなってことが分かったっていう、そういうお話ですね。チャプター5、潜入捜査。マイアミバイスみたいだよね、潜入捜査って。はい、ムービーが始まります。ジェリコ、なんかジェリコさ、モグロ福蔵みたいだよね。あの指さしてドーンみたいな。モグロ福蔵笑うセールスマン、もう関係ないじゃないのっていう。かっこいいよね。やっぱこのゲームいちいちムービーがかっこいいよ。ただゲームシステム的にはどうかとね、ジェリコに乗り移っちまえばいいじゃねえかっていう、そういうツッコミどころもあるんですけどね、あの犯人とかね、うん、そういう手を使えないのかっていう、まあそこは突っ込んじゃダメゲーですから、おなじみの突っ込んじゃダメゲーです。はい、でこのムービーなんか意味があるのかって思いますけど、ないですよこのムービー。うん、そこも突っ込んじゃ負けです。このムービーね、ほんと何も意味ない。チャプター5潜入捜査って、潜入捜査になんか関係あんのかって、関係ねえじゃんっていう。というわけで、今回これで終了したいと思います。次回は、サイドミッションの方を進めていきたいと思います。ではでは、次回もまたサンフランシスコで会いましょう。これでいいのかな、後付けって。